なんか LINE ライブと迷ったんだけど、 LINE ライブブスすぎてマジブスかったのよ。そうだからやめた、やめた。てか熱いパーカーパーカーかわいい。これちょっとサイズちっちゃい、これしくった。あのサイズでかく着るのが好きなんだけどさ、しくったよね普通に、うん、ブス今日あったかい、そこモコモコでも中ね半袖なんだよね。ラインナップ画質死んでるよね。そういつも思った。多分サナの携帯が重いのも関係してると思う。多分みんなあんま分かんないと思うけど髪色変えました。気づかなかったでしょ誰も。初見さんいた。サナちゃん TikTok 可愛かった。気になりす、あーあー下書き投稿のやつだ。そうなんか最近漏れないんだよ、ね、な何撮ったらいいか分かんない。これてっ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 てチュッチュッチュみたいな死ぬ。ディズニー行きたい。こんばんは。どうも。かわいいね。ヤマトくん、ヤマトくんじゃん握りつぶそう。明るくなったの分かる。ブリーチはしなかった。来月はブリーチしようか迷ってる。今日髪ぺったりしてる。あ、帽子かぶってた、ずっと Y3 の帽子をかぶってた。あとフードもかぶったからぺったりしてる。キモいね。もうやだ。飯テロは見た、見た。あざとかわいい。何あざとかわいいって。何のやつ。学校から帰ってきて配信あるツイッターにで気づいて勉強頑張れた。お疲れ様、お疲れ様だよ。私も今日学校行った。忘れ物しなかった。偉い。てか聞いてよ、注射したところ書いたんだけど私、あの予防接種し、インフルエンザの予防接種したところ書いちゃった。こうめっちゃ痒くなってた。なんか痒いな、この時期に蚊に刺されるんだと思いながら書いてた。あやべえ、これインフルエンザの注射したところ書いちゃった。ダメかな、書いちゃった。サナちゃんがグルグルしたけど、グルグルサナちゃんカメラグルグル。ごめんなさい。ほんと気分やすぎて。え、でもあれは色落ちなんだよね。色落ちであれまで明るくなった。そう。で、もう明るくなってたから、明るくしました。誰の名前もな、それわかんない。注射の後え痒くなって、え書いていいのかなと思って、めっちゃそう不安だった。あなたは どの年、東京都、年って何、うん、たこ焼き食べたい。今日は何食べたっけな。今日は納豆あとご飯ですよ。ウインナー、肉、あ、ピザマン、こんにゃく畑食べた。ユウかわいい、イエイ。宮田真奈も誰わかんない。なんか今日顔違う。あ、泣いた、泣いたからだと思う。目が腫れてんですよ。あとむくんでるかも。泣いたのが一番でかい。泣くとすぐ目腫れたりするから。ずるいピザ、そんなのピザ食べたい。ピザマンで我慢した。まだご飯食べてないの。夜ご飯まだ、私もでも諦めた、食べてない。まだ顔、全然顔に見えなかった。感動的なの見た。うん、感動的なのとかそういうのじゃなくて普通に泣いた。泣き虫なのでね、私。うん、理由は言えないけど、泣き虫なので私はすぐ感情的になってしまう。泣きました。ブスだな。ブスでごめんな。もうやだ。もう何やってももらえない。かわいそう。サナちゃんかわいそう。泣いた理由は言わないよ。言えないよね。
そういう時もあるさ。いやなんかね、泣いた後ってマジで顔変になるんだよね。自分の中であるじゃん、やっぱ今日顔漏れてるなって思う日もあれば、なんか違う、なんか違うなって思う時もあるじゃん。そういうこと分かってくれたかな。分かんない、分かんないですかね。さなんかブスって言うと僕のクラスの女子はどうなるんだ。それは女子たちに失礼、失礼からダメ。何キャプレゼン、やったー、嬉しい、嬉しい話が聞けた、ありがとうございます。プレゼント、イエイエイ、もらなくても可愛い、無理。さなちゃん泣いても目、え、晴れてたよ今日の朝、めちゃくちゃ晴れてた。てか若干まだ晴れてる気がするけど。こんにちは。インスタライブで、いや、できはするんだよ。できはするんですよ、はい。めっちゃできないわけではない。禁止とかされてるわけじゃないから。なんか禁止みたいになってんの。何話そうとしたっけ、みんなにめっちゃ話したいことあってか忘れた。カオラン高いと思って。この世の中はね、最近カオランが高すぎて、わからない。ラプンツェル可愛い、今日も大したものじゃないから期待はしなくても、そういう、そういう言わなくても私はもらえるだけで嬉しいから。やばいかって、大丈夫、ま、もらえるだけ。もうね、なんかこうサナのことを考えて送ってくれてるっていうのを考えただけで嬉しいです。いいタイミングだぞアブ、お見事。よし逃げよう。大阪旅行までバイト8連勤、いや頑張れるっしょ、頑張れるくない。えだってバイトしたら楽しいこと待ってて超頑張れるじゃん。できれば来年、そうだね、そういうこと頑張って思い出して、思い出せない、何だったっけ、マジで忘れた。でもなんかいつもみたいなくだらない話、なんかそんなあの面白いこと言えないやつ。ちょっと自分は変形で禁止されてなかった。あ、別に禁止されてるわけではないけど、できればいいんだよみたいな。ないだろベイビー、学校バイトフルフル読めない。それはこの間にして、そう、そういうこと。でも私はラインインスタライブの方がお顔が漏れる、あと画質も。いつも可愛いけど今日めっちゃ可愛い。嘘、嘘、本当に。なんで、何が違う、電気消したから。なんか電気消したくなった。だって明るくない、これめっちゃ明るくない。こっちの方が多分いいんだよね。めっちゃ暗くなった。やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ。え、ねえねえ、死ぬ死ぬ死ぬ、明るくなれ。ディズニーのキャラたちさ、これはアラジンの歌です。あのアラジンが盗んでて逃げてる時の歌です。サナが可愛いと思うか分からないけど、僕の飼い犬のただ眠る瞬間動画いる、いる。あのね、動物は好き、特に犬が好きです。猫より犬派です。キラキラ、あのプー、わかる、プーさんのハニーハント乗ったことある人わかると思うけど、あのプーさんのハニーハントの、あのプーさんが、あのなんていうの、いなくなった時あるじゃん、わかる、あの時、あの時のキラキラね、わかってくれない、誰かわかんない、あのプーさん多分わかってくれないわそれのイメージ、プーさんがあのいなくなる時になるのよ。こんな星空キラキラして、でなんとかなんとかっつっていなくなる。久しぶりに見ます。ピッピだ、ピッピ、わか、 かる、わかる、わかってくれる人がいた、そう、そういうこと、それをイメージ、イエイイエイ。こっちの方が良くない？こっちの方がなんかいい気がする。ディオタよ、モナってディオタだっけ？全然知らない。なんかいろいろなオタクやりすぎててわかんない。ディズニー行きたい、ディズニー行きたい。サナちゃん、はい。大丈夫、同じく DU って、ジョーはね、わかるよ、ジョーはもうあれだもんね。モナピッピです、モナピッピ言うな、あなた。プーさん飛んでく、飛んでく、なんかね、わかん、
あれどういう話なの？飛んでく、なんかいなくなるよね。あれ死んだと思って泣いたんだよね、ちっちゃい頃。超覚えてる。ちっちゃい頃乗ってさ、プーさん死んだとか言って泣いてた。最後ディズニー行ったのがさなか生まれ、え、嘘、そんな言ってないの。ショー、ディズニーは素敵だよ、行くしかなくね。あなた、サナ、サナです。ピッピ覚えててくれし嬉しい。覚えてる、めちゃくちゃ。だってあの時ピッピピッピなってたもん、みんな。そう、なんかちっちゃい頃ね、プーさんがこの眠ってさ、このキラキラなる時に、え、プーさん死んだのかなってなって泣いてた。そう、死んでないよって。ヤッホートールさん、おばあけしてやだスケースシャンドゥスケースシュースケースシスケースディディディ。あー、そっちの意味の、そっちの意味の。風船で浮いてる、なんかめっちゃ逃げる。あの蜂蜜のあれ、あれ当たりたい。ピグレット、ピグレットね。でもプーさんのキャラあれが好き、カンガルー。ラプンツェルかわいい。皆さんは今年ハロウィン仮装する人いますか？ちなみに、なんかラプンツェル見て思い出した、プリンスだから。あ、そう、ハチミツのやつ、ハチミツにポンってくるやつ。眠るところで思い出した。チャンドゥかわいいよね。チャンドゥはマジでわかる。チャンドゥしか勝たん。シンドバッドでしょ。さなちゃんニキビできちゃったらどうして直しますか？ひどい時は皮膚科行ってる。皮膚科行ってレーザーで潰すくらいひどいタイプだから、皮膚科行ってレーザーで潰す、そのまま塗り薬をもらう。あとはニキビパッチを貼ってる。ここにね、見えないけどね、あのめちゃくちゃでかい、なんかもう眉毛こうやって動かすだけでもう痛い、今も痛いニキビできたの。そう、なんか変なとこにニキビできて、初めてここにできて、そうニキビパッチ貼ってた。うん、お店でもいい、いいな、見たいんだけど普通に。ピグレット、同じ服を洗濯干し、同じ服を洗濯、そうなの？え、知らないんだけど。それよければ一緒に乗って飛んでみないかい？今年はしない。見たいな、みんなの。こんにちは、こんばんは。心のコンパスが見つかりません。心のコンパス、何の仮装がいい？うん、ディプリンセス、ジェスミンやろ。あかん、眠気変わりそう。あ、これは寝るパターンやな。去年は忍者の仮装した。忍者、忍者の仮装見たことないかも。もうさなちゃん仮装しますよ、配信で仮装する。目ちっちゃい今日やっぱ。こんにちは、目ちっちゃいな。俺にプリンセスしろと。はい、そうです。だって何の仮装したらいいって聞いたじゃん君ね。姫の仮装はまあね、プリンセスやるのは知ってるからね。まあ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 。さなちゃんが配信でする予定、あと写真載っけるかな、あと TikTok も撮れれば撮りたい。お久しぶりです。プーさん DV 何で選択、え、嘘。なんかプーさんがなんかさ、お尻ハマるのしか知らないんだけど、プーさんの話。え、なんかつけれないんだけど。友達がディズニー行ってて羨ましかった。友達今日2人くらいディズニー行ってんだよね、学校の友達とか。今来た、こんばんは、ティアラです。ティアラって名前かわいいね。ティアラって名前になりたい。ドネギサルチのラプンツェル、ラプンチェル。ラプンチェルは、したいね。髪に流す。俺は何のコスプレしよう。ショーは、なんか鬼滅系やってるし、鬼滅の刃やってるし。私は仮装、まあ確かに、それは間違いない。ティアラ似合ってる。これさ、でもさ、なんか100均とかに売ってそうなレベル。だよ、なんか。思わせぶりされててしんどい。誰に？スキピか、スキピ。怒んないで。怒ってないよ。怒ってないよ。
ティアラ、ティアラです。カネシティアラです。カネシティアラって言います。カネシティアラ。なんでプリンセスね、もっと違うのあったりする。チネやるならベル、ベルなんてやるんだろう。ベルはドレスが大きいイメージ。なんで白雪姫とかの方が一番簡単じゃない？サナの配信見るとディズニー行きたくない。違う、なんかね、今 Wi-Fi が繋がってなくてクリップボックスのやつしか入ってないんだよね。なんか昔入れてたやつ。じゃあ次はこれだ。みんなおいで、行くぞ行くぞ。ジャックスパローがレベル高い。え、よくない？ジャックスパロー、いいよね、かっこよくない？微笑み、違かった。スキピの先輩、思わせぶり良くないよね。サナもね、最近ね、あの、自爆少年花子くんっていうのをね、ネットフリックスで見たんですけどね。ああ、もう思わせぶりがすごくて、でもね、なんかね、見てると好きになっちゃうのよ。漫画の世界だけど、アニメの世界なんですけどね。あの、一回見てみてください。あ、女の子は多分かっこいいと思うと思う。でも、思わせぶりっていうか、こう好きって言わないの。なんか、チューとかしたりするの。ずるくない？でも、黒髪なの。派手じゃない。ティアラ感じだったよ。そう、ティアラは王冠、王冠、違うな、ティアラってどう書くんだ、わかんない、感じわかんない。アリスの仮装して配信してた。そう、あの破けたアリスで着てた。ベルが一番好きなの。なんで、珍しい、意外。前朝の配信実質ディズニー。それはもうダメ、もっとディズニーになるように近づけなきゃ。去年あなたは友人のコスプレしててインパしたかった。え、いいね、友人。一人で行こうとしてたの、友人。黒髪、いや、私はハイトーンが好きなので、どちらかといえば、花子くんもハイトーンだったらよかったのになって思った。はい。花子くん、いいです。自爆少年。花子くんはつかも、そう、つかももがめちゃくちゃ、なんか、もう花子くん、花子くん、みたいな感じだったの。そう、だから、なんか、面白いって言ったし、見てみようかなと思ったら、意外と見たら面白くて全部見ちゃって、そう、そしたら、なんか、ももかの言ってる理由が分かった。そう。でも、サナは黒じゃないって思う。うん。黒はいいや。一人は無理や。え、でもなんかジョー意外といけそう。ベルの雰囲気が、雰囲気、え、あの歌、 お茶会のところの歌めっちゃ好き。髪の毛ハイトーン、私もハイトーンにしたいです。私もハイトーンがいい。友人か野獣の王子様の、野獣の、いった野獣の王子様、あんま野獣の王子様、ああ、髪長いよね。いつも同じのばっか流してなくた。もう一回アラジンじゃない、ピーターパンみたい気分。ではみんな、インディアンを捕まえに行け。何色でも似合う、本当に。君がリーダーだ。リーダーとして全力を尽くします。このくらいの色が一番目の色と同じ色だから合ってる気がする、わかんないけど。でも真っ白くらいなハイトーンに死にたい、一回だけ人生で。あとに続け続け続け、あの子に続け、さどこまでもピラピリ。ピーターパンはここか、空飛んでるシーンが好き。え、ピーターパンも、あ、ティンカーベル一回やってみたいんだよね、コスプレ可愛くない？でもティンカーベルは露出がすごかった。あの、調べたんよ、ティンカーベルありだなと思って。露出がすごい、本当にね、今くらいの色がちょうどいいかもしれないけど、なんか普通って感じで、なんか嫌なんだよね。もうちょいハイトーンが好き。おいらブリーチすぎ、いや、おからはなんかいろんな色にしすぎてる。それはそれはハゲるよ。でもサナもハゲるかもしれない。もうちょっと、そう、ママに言われた、あんたハゲるよ、あんた、そんな髪染めてたら。ディズニーの映画のおすすめ？そんなに、なんか女の子系が好きかも、やっぱ。プリンセスとか。あと言うと、待って、無理無理、決めれん、どうしよう。
シュガーラッシュとかも意外と好きなんだよね。あのバネロペ好き。バネロペめっちゃ可愛くて、あの世界観も好き。なんかお菓子みたいな可愛い。でもトイストーリーも好きなんだよね。なんかおもちゃの大切さを学べるっていう。一番無理かもしれない。決めれないわ、そう言われてみると。何色でも似合うと思うけど、今のカメラ好き？多分ね、でもこれ明るくなるんよ、多分。予想ね。暗くしてこれくらいまで明るくなったか、多分これも明るくなる気がする。バチバチのハイトーンマジで一回しかしてないかも。去年の冬くらい。え、またこの歌？あ、じゃあそれはもういいや。守ってもらわなくて平気、私は大丈夫。守ってもらわなくて平気、私は大丈夫よ。ねえエルさん行かないで。ねえ、ティンカーベルの映画は見たことない。そう言って、やっぱり明るい色が可愛い。人それぞれだよね。思う。新曲見てみて、私は超ドハマり。見てるよ。プリンセス、ソフィア。ソフィア？なんかソフィアは子供感強い。シュガーラッシュめっちゃ好き。かわいい、マジで。あれ、車運転したい、私も一緒になって。はい、かかってこいよって勝負した。ディズニーとピクサーで分けてみれば。無理、決めれん。いた。はけないけど髪の毛が死ぬ。まあ、それは間違いない。死んでるもん。でも意外と髪の毛伸びたと思う。本当に。今巻いてるからこの長さだし。あとちょっと美容院行ったからちょっと髪の毛の長さ、それとか短くなったけど、そう。サンちゃんほどハイトーン似合う人見たことない。いや！あのね、私は知ってんです。若林桃ちゃんっていう子が、もう、あの子が一番似合うと思う。あの子くらい明るくした。元に戻せるでしょ。いいえ、無理よ。やり方がわからない。できるはず。絶対できるよ。生まれて初めて伸びたよね、髪の毛。ディズニーはこれピクサーだから決めれないの。決めれないって言ってんじゃん。無理。ディズニー好きなのって言いながら見たことない映画もあるんですけど、はい。ピクサー、あ、カーズね。カーズね。そこまでなんだよな。弟とか好きだった。サナちゃん。いや、それはね、もうそうやって言ってくれるのは嬉しい。もうハイトーンにしよっかな。しよっかな。ってね。やめて。でもね、アナのね、コスプレもしたいと思った。悩んだ、アナも。アナも迷った。かわいいよね。青系の色？青系暗いじゃん。なんか、ブリーチしてめっちゃ青みたいなやりたい。サナちゃんしかハイトーンがたない。もうそれはね、やっぱハイトーンするしかなくね。自分もハイトーン好きなのもあるけど、そう、なんか人と違う方が好きかも。なんか茶色とかさ、いっぱいいるじゃん。なんか、なんか人と違う方が好き。かぶらない方が好き。てか爪折れた。ビエン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 。次のネイルはね、もうね、ハロウィンに向けてのネイルにするから、そのコスプレにと一緒のネイルするの。ディズニー選ばないかジブリで行こう。僕は千と千尋。私も千と千尋。あと何があったっけ。もののけ姫、紅の豚、魔女の宅急便。あ、魔女の宅急便も好きだけど、でも千と千尋かも。千と千尋が多分一番見てた。はるちゃんインナー青にしそう。春の行った次の日くらいに病院行った。そう、早見さん今年公演で来てたね。今年公演でなんか来てたっけ。私ハチとベル、うん、半年くらい来年でも好きになってもらえます。このまま続けるべきですかね。サナだったら諦める。なんかそうやってなんか思わせぶりばっかされてて、多分なんか相手は好きじゃないのかなって思っちゃうから、サナだったらなんか、ハブもこいついいや、ペーってやっちゃうかな。なんか次に行くかも、そうやってされてたら、半年もされてたら、なんか前に進まないかなって思っちゃって、サナだったら、諦めるかな。うん。でも人によるから、それは。
ホワイトブリーチして明るい水色。水色か、水色なかなかいなくない？インナーするなら何色？え、インナー？インナーか。インナー。紫毛先だけ一回言ってるから。青がやっぱインナーって可愛い。青のイメージ、インナーって言うと。なんだろうね。何が可愛いんだろう。紫とかも可愛いと思うけど。トトロのセリフ大体いる。え、めっちゃトトロ好きじゃない？トトロ、何？うわーって言ってる。あれしかわかんない。私、トトロは、あれしかわかんない。イエーイ！お前んち、お化け屋敷！で、おばあさんがカンターって言って怒る。のだけ知ってる。あと、マクラグラスキージブリの格好、なんか地味じゃない？ジブリの格好か。例えば、なんだろう。アリエッティ見たことない。ジブリは一番千と千尋が見てたから、千と千、千、何もですし。と、トトロかな。姫にはいつかまたピンクですね。ピンクね、挑戦したいと思ってる。リベンジをしたいと思ってます。ちょっとね、思った色にならなかったのが、ちょっと、心に残ってるので、はい。めちゃくちゃブリーチして、その後にめちゃくちゃピンク入れたのにね、ちょっとすぐ染めちゃったんで、やっぱ、心は残りがあるので。そう。カンタ似てるって言われる。今ね、もうちょい本気出せばカンタ似てるって言われる。ね、いつもね、ひなとかにね、めっちゃ似てる、もう一回やって、でめっちゃ笑ってくれる。こんばんは、ふみやくん。こんばんは。何流そうか、にゃん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 。何も入ってないな、私の。Wi-Fi 切れてんのが無理。ジブリほど飯テロ、ジブリって飯テロなの？ジブリって飯テロのとこあるっけ？こんにちは。そう、ピンクはね、やりたいと思う。桜色のピンクしたい、私は。蛍光色を求めてね。桜色のピンク。はい、即戻したやつですね。はい、再挑戦はしたいです。てか、なんなら、高校の卒業式を、薄ピンク、桜色の薄ピンクで、髪くるんくるんに巻いて、頭にティアラみたいなのつけて、出たいです。はい、私の JK は、JK の卒業式は、ギリギリセーフ、ゆうやくんやっほー、珍しくない？コメントしてくれてる。何流そう。桜色は絶対可愛いよね。一回マジでやってみたいんだよ。スペイン語でサナはセレッソっていう。そうなの？セレッソ！ハロー先生。バッファーの衣装着て TikTok はしたいけど衣装着れてないから今は無理できないよ。ようやく間に合った。まだあれじゃない？そんな。29分くらい。セレッソ。セレッソって言うんだ、私。セレッソ。イェイイェイ。あー。何なんかそう思う。ためるなら、ララララ楽天ポイント。楽天ポイント、パンダフー！使うなら、何流そうとしたっけ？サナじゃなくて桜。どういうこと？どういうこと？コメント、ね、めっちゃ久々じゃない？ルパン見てな。なんか妹とかママに見た方がいいよって言われたけど、マジでテレビ1ヶ月くらいつけてないんだよね。今は、ヒロアカを見始めました。僕のヒーローアカデミーみたいなやつ見始めました。サナサッカー観戦しない、しない。そういうの見てるとね、動きたくなる、自分も。自分も動きたくなるタイプなので、無理です！ごめんな。あ、セレッソの、あ、なるほどね。声はいろいろ変えれる、私。やっぱモノマネ上手ってのがあるから。アニメ声に。できるよ。キモい。ヒロアカね、まだね、
2話までしか見てない。まだヒーローになるとこ見てない。あのまだあのね、弱っちいあの男の子が TT ピエンピエンってしてるとこしか見てないからね。うん、何も見てないなんか外面し終わったらフットサルしてる。フットサルがあんま何なのか分かんない。モノマネは気が向いた時に気分でやります。私は毎回モノマネやってたら飽きるくない？飽きられちゃう、みんなに可愛すぎた。全然可愛くなくない？ウォウォてってって。お風呂に入るのじゃ。なんか誰か出てきた。ああ、TikTok じゃないよ。うんうん、しんちゃん、僕は石ころなんかじゃないよ。さなちゃん見て、どんどん元気出る。これ、これ元気出る。頭おかしいからじゃね。それ毎回よね、ハローキティ。ハローキティお気に入り？私の。まさかの。ももかが一番、本家に近いです。サッカー11人、フットサルは5人。サッカーで送りね。そういうこと？そうなんだ。5人か。さ、サッカーマジでたくさんなんだよね。ほんとに。流れないんだが、音楽流れろ。いや、私が聞きたいのは今これじゃないのよ。はい、どうぞ。出来たてのポップコーンいかが？いちわる、おこりんぼうの優しいキティと一緒なら、こんなキティちゃん、うん言ってたっけ、おもろいんだけど焼きたてのポップコーンいかが？この前二十歳になったよ。おめでとう。ずるい二十歳。優しいキティと一緒なら。めっちゃおるやん、このキティ。うん、うんってずっと言ってんだが、死ぬ。死ぬて。でもさ、このハローキティなくなってきてるよね。知ってた？なんか、ぐでたまに変身してるよね、最近。ぐでたま多いよ、これ。最近やっと鬼滅の刃2話以降を見出して昨日見終わった。映画はじゃあまだ見てないの。え、なんか YouTube で検索した音源出てきた。さなちゃん、くろみちゃんの一番くじは、一番くじはあのお友達がやってくれて、あ、もらいました。くろみちゃんの一番くじ、なんかあの巾着袋っていうの、巾着袋、なんかポーチみたいなのと、あのくろみちゃんの横にいるあの人形をもらった。香水は日によって違う。アナスイ使ってたり、なんだっけあれ、あれなんだっけ、あの名前、あの届かない、なんだっけ、あ、ザラも使ったりする。 あとなんだっけあれ、めっちゃあそこにあるんだけどさ、取るまでが遠くてさ、名前が思い出せない今。シャンプー、コンディショナー、普通にパンテーンですマジあんま髪の毛気にしてないからさ、そんな手入れしてないから、美容室行ってそういうのはやってるか、あんまいいのは使ってない、普通のやつ。うちの店にはまだあるキティちゃんとアンパンマンのポップコーンも一緒にね。うん、グデタマか、時代が俺に、え、そうだよ、今ね、グデタマよく見るよ。あの、キティちゃん亡くなってきてるから、そう。かわいそうにね、キティちゃんに。こんにちは。できたてのポップコーンかな？おこりんぼうの優しい君と一緒なら、優しい優しい、いろいろ急でごめんなさい。全然大丈夫です。私もインスタライブはちょっと久しぶりにやったので。君はみんなの出来たてのポップコーンから、もう喉いたやおこりんぼうの優しい君と一緒なら、生まれて優しくなっちゃうんだ。繰り返すな。
じゃあ次はもうキティちゃんと来たら前メロでしょ。メロメロディー夢だけど夢じゃない、お願いね。前、そっか、そうだよね、お店で聞いてるからそれは積もるわ。シャンプーこだわってないのさらうやつでいいやん。それはやばい、それはじゃあ岡田がやってね。それはもう、それは違う、それは食器用じゃん。こだわってはないけど、それ食器用だから、紙用じゃない。やばい、鬼滅は見るつもりなかったけど、あまりにもテレビ放送とかやってくれないし、映画も見たいけど。めっちゃすごいよね。サナもね、あんまね、見る予定はなかったんだけど、みんながね、周りがもう見てるから、そう見たよね。しかも映画めちゃくちゃ時間やってるし、なんか調べても、なんか売り切れてるの多みたいな。うん。1回抜けてまた入ってきたキティちゃんの中で、すいません、なんかキティちゃんのモノマネをしてと言われて、なんか流しました。その音源確定して言ってる友達いる。どういうこと？どういうことそれ？こんな知らないし、マイメロの曲。ふわふわふ、メロメロディー、夢だけど夢じゃない。何流そう。あ、関連で出てきた。スキンケアイプサ使ってる今は。あとパック、メディヒールのパック使ってます。ドゥルンドゥルルルルン。よすこいわいしょいピーポーピーポー竹内。君さ、明日の午前中見に行く。ずるいって、さあ見に行きたい。早く、ごめんね、素直じゃなくて夢の中ならいいや。うちの店長が鬼滅ばっか発注してて、でも売れるんじゃないそれ、めちゃくちゃ。サンリオのマークないよね、全くわからん。私はクロミちゃんしか勝たないから、クロミちゃんしか勝たないから。ああ、もうかみんな。本当に、いやもうね、来てくれないかと思った。一生ね、多分私のところにはかかってこないのかなって思ってたけど、こうやって来てくれるのは嬉しい。マイメロアニメめちゃくちゃ全然見たことないんだよね。あの、好きとかなんとか言ってるけどさ。竹内ダディダディ。姫コスプレ、セレモンやろうとしたんだよね。セレモン迷った。あの、ヴィーナスと迷ったよ。ヴィーナス大好き人間なんで。先生映画公開、公開日見に行ったの。強っ。あのさ、めちゃくちゃ弟とかさ、妹とかも周りの人たちがさ、あのめちゃくちゃさ、もうね、あのね、めちゃくちゃ言ってくるよ。あのなんだっけ、言うよ、あの続きっていうの、なんていうの、なん思い出せない言葉が。そう、とりあえずめちゃくちゃネタバレ、そうネタバレをしてくるんですよ。それでもうなんかちょくちょくもう分かっちゃってんだけど、でも泣くと思います。私泣き虫なので。チェルノブイリ2000、あれヤリラフィ、ヤリラフィっすか。クロミちゃんのコスプレ見たことある？めっちゃ可愛いから。見たことない。普通 に着ぐるみじゃなくて、プリキュア。見てた見てた。私ピンクがずっと好きだった。ピンク、名前忘れた。月に帰ってお仕置きよって言った誰が。セーラービーナスめっちゃ見たい。やりたかった、やりたい。来年かな。今年はもうプリンセスになりたいとか強かった。鬼滅の鬼滅のアニメ一回も、はぁ、やば、なんで見てないの。珍しくない、モナ見てそうだけどね。漫画読んでるから内容わかってるけど見に行くね。漫画読んでると内容わかってないし、でもやっぱ映画館で見ると迫力が違うって弟がね、さっき聞いた、弟からね、さっきちょっとそう聞いて、ちょっとなんかめちゃくちゃネタバレしてくるよ、妹とかも。そう、お前ら本当にいいと思って。着ぐるみじゃん、なんかメイド、ちょ、今度見よう、今度それ見よう。クロミちゃんの、うるさいうるさいうるさい。これだろ。
今年はプリンセス楽しみすぎます。直接皆さんにはね、あの劇場であれば見せたかったんですけど。ジョンソンボディケアと幸せに眠ってみない？幸せに眠ってみる。バイバイ。サラちゃんも前に今自信くると思って忘れて、このライブ終わったら来る。やった、楽しみに待ってる。送ってね。ジャ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 。みんな鬼滅語ってるか話ついてん。私も大丈夫。鬼滅わからん。わからんぜ。でもね、見に行く予定。今週中に行ければ。来るよ、来るよ。やれラフィー一回さ、マジでさ、なんかそういうさ、こう、ピチピチ族みたいな格好してやりたいんだよね、これ、こうやって。外でさ、なんかドンキの前とかでさ、そういう格好してさ、こういう感じでやりたい。姫の夢だ、幸せな限りやな。夢？なんか夢の話したっけ。鬼滅のキャラ分からん。サナも全然分からん。炭治郎と善逸、禰豆子と金尾と胡蝶忍と、あと全員漢字がむずすぎてね、読めないんですよ。読めないし、なんか覚えきれない。あ、うろこざきさん、あと沙羅ちゃんドンキの前に生きになるの。え、違う、なんか一回それで TikTok 撮ってみたいなって思ったこともある。そういうちゃんとなんかアリじゃーみたいに言って、そう、あのピチピチ族、はい、あのなんだっけ、あのサンダルを履いて、出なし履いて、そう、なんか外で踊りまくってさ、そう、でもめちゃくちゃさ、なんか叩かれるじゃん、コメント欄で、あの子たちって。なんか、かわいそうだよね、普通に。炭治郎と禰豆子の全然キャラしかわからない。それわかってればいいって。大丈夫さ。全員かっこいいよね。なんか、ギャップにやられる、全員は。みんな飽きた頃に鬼滅見て、みんな飽きんの言ってたの、でも去年から言うて鬼滅はあったよね。人生楽しんだもんがちって書いてある。そう、なんか興味ない、な、女フォローしてくんなんとかかんとかみたいな、真実なんちゃら、やばい、殺される。うん、見たわ。そう、ピチピチ族、私の学校ではピチピチ族って呼んでますね、それ、その人たちを。ピチピチ族、あと、あとティンダーっていうあだ名がいる。TikTok に載せてみよう。バズるよ。いや、それは、ちゃんとやら、本気でやらなきゃ。狙いに行かなきゃ。鬼滅はまだまだブーム2、嘘。鬼滅すごいよね、マジであれ。あんちゃん、そうなの、全然わかんない。じゃあピチピチの服着てドンキ前集合して死ぬ。え、撮ろう撮ろう。え、こうやって顔隠すんで、こうやって今日も可愛いですし、え、今日は泣いちゃったからね、目が腫れてるんですよ。でもこうやってみんな褒めてくれるから嬉しいです。フレミニー男柄、そうそう、なんかお、なんちゃら男柄。ミラン、読売ランド行ったことある？読売ランドはあるよ。読売ランドこの間行こうとしたけど5時までだったんだよね、確か。そうだからやめた。鬼滅鬼滅って言ってるけど何って感じなんだ。ん？モナガ？モナガってこと？ドンキの前で踊ってる姫ちょっと見たい。叩かれるで。なんかないかな、いい曲。漫画もアニメも読まないし見ない。私も見ないけど、最近はネットフリ入ったから、超、いつも以上に見るようになった。うん。エースの君がいた未来、ファーファーのメンバーでカバーしてほしい。あの歌、めちゃくちゃ染みるよね。超泣けるもん。
君がくれたキュンです。でも君にあげられなくてシュンです。ルミランドはこれからは行きたくないね。これからの時期はクリスマスというものがあって、そのカップルというものがね、街中に溢れてきてね、去年もなんか私は読売ランドではないんですけど、なんかどっかで痛い思いをした記憶があるので、はい。でも去年は単独やってたから、そう、素敵な、ね、素敵なクリスマスという日に単独イベントをやってて、そこで幸せな気分になりました。でも街中はカップルだらけでした。帰り道はネットフリのおすすめはマジ自爆少年花子くん、キュンってなる、あーかっこいいってなるけど、ずるい男の子だなってなる。もうピエンの歌でいいよ。やだ、あんま好きじゃないあれ。求めてないけど横にいられる。ドンキの前で踊るのは CM 感、嘘ダンダンダン逆にさ、これじゃなくてさ、ドンキの前でさ、なんかダンダンダンドンキって踊ってみる、褒めれるかもしれない。逆にタナちゃん TikTok いつも楽しみ、更新されたすぐにする。嘘ありがたい。でもたまにさ音出ないのない、あれ、なんか著作権がなんたらかんたらでみたいな。もう次音源何撮ろうか超迷ってる。そう、イルミネーションとかね、特にクリスマスなんてね、もうみんなねカップルだらけなんですよ、街中は。もう外出たくないですよね、そりゃもう。うん、香水って何が、知らんよ知らんよ。いや、お部屋がいい、お部屋がいいって何。俺さなちゃんもらうつもりない。ん？どうした急に。てってって。ひかるちゃん大丈夫？ひかるちゃんね、どうした、お部屋が綺麗って。私の部屋？姫最近 TikTok 撮った、撮ってな、ため撮りしかしてない。なんか何撮ったらいいか分かんなくて。あとなんか漏れないなと思って。なんかどうしようってなって、撮れてない。なんかいつも消すんだよ。撮ってはいるんだけど。もう気に入ろう。ペーってやっちゃう。クリスマスなんて、大嫌いです。私も大嫌いです。悲しくなります。だから、もうね、ケンタッキーをおとなしく食べてよって思う。え、もう終わっちゃったのこれ。早いよ。早いんだけどね。デパコス？デパコスは、ジルスチュアートとディオールが人気かな。嫌だもん。違うな、振り。これか。ディスコ終わるの早かった、やろうとしたのに目つぶし。臭いね、何が。ヒカルちゃんは生きとる。やりやすい。ちょっと怖いんだけど、さすがに大阪って感じで書け、さすがに書けるよね、大きいに。え、びっくりした、足で電気踏んで電気つけちゃった、ブスや。アイドル水って何しようの、アイドルがつける香水ってこと。今年のクリスマスはケンタッキーとケーキ食べて太る予定です。私もじゃあそうしちゃって太りますね、クリスマス。何か言ったの、臭いって、臭いは読めるよ。今年のクリスマスは僕のお家でパーティーはどうですか。断る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 、遠いもんそっちってね、理由が。大阪の坂はなんかこうこうふにゃふにゃピンってやってね、バカにしてる私のこと書けるんですけど、さすがに太りましょうね。もう太ったんですけど、ちょっと痩せなきゃ。ぼっちクリスマスの姫、ケンタッキー一緒に食べよう。食べます、みんなのとこに食べ行きます。姫サンタが食べに行きますね。誰かトナカイとソリ役お願いします。
俺も今年ぼっち、私毎年ぼっち、ぼっちぼっち、寮の子がいるからまだ大丈夫だけど。泣く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 。ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃピン、何モアモアキュン、ん、大阪、大阪どっちだと思う？右、右でしょ。姫サンタならトナカエル、あ、重いんですけど運んでください。自分の分が変ので一人で食べて泣いた、泣いた、悲しい、断られた。しまっておくんです。ヒカルちゃんとピザ食べて、サナちゃんは、サナちゃんはぼっち会、ぼっち会超寂しくない？一人でさ、こうやってイエーイってケーキ食べるんでしょ。悲しいね。てかローソンにさ、鬼滅のなんかケーキ、クリスマスのなんかケーキあって可愛かった。パフェイワシ面白いね。パフェイワシよかった。サナちゃん、じゃかけるわ。遅くぐらい春かと思った。めっちゃ似てた。ナイナンだった。トナカイ欲しいならモナカ使って、あー、めちゃくちゃ体重乗せとくわ。これめっちゃ流れんな。知らないこの曲。お姫様抱っこでめちゃくちゃ重いんですけど、モテますかね。ピザ食べたいな。ヒカルちゃんのお家おいで。遠いよ、遠い遠い、持ってくよ、持ってこい。かな、お化けになっても好きなよ。なんだっけこいつの名前、うざいやつ。クリスマスイブに配信したよ。イブ配信。サンタの服装がないな。大阪って書く人いて驚きよ。それは佐野理恵。ダメ、煽りすぎた、ごめんなさい。さあ、その他どなたもデリカシーない発言するかもよ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。このまま急に変わるやん。ちなみに同い年、サナと同い年。まあでも間違いは誰だってあるからさ、そうやって驚くことやないで教えてあげよう、優しくね。モナカ、ハコキ、ハコキって何、コジコジ、あ、コジコジだ、コジコジ、コジコジの音源なんかうざいやつやな。なんでなんとかなのみたいな。オブラートに言わないの、一体言ってあげるのが友達だろうかね。あと5分サナ悩みとかある？うん、あるよ。こうやってね、明るく見えるかもしれないけどね、意外とあるんですよ、言わないだけで。多分悩みは多分誰にだって多分あると思う、分かんないけど。コキ、あ、コキ使う、5時、5時したよね。あー、モナカワか、ハコキ、ハコキって思った。ねえねえ、たけるくん、そのたけるくんの小汚くて臭そうなたけるくんの匂い付けのおもちゃ貸してっていう音源で撮った。ティアラ、お姫様みたいですね。サナちゃんの王子様に立候補したい。あ、ぜひ立候補してください。多分いっぱいいると思うんですけどぜひ立候補してくれると嬉しいですね。いつ開催しようかな。サナにホキ使えるとか、え、使わせてもらいますけど、うん、これつけてる時点で私はお姫様なんで、うん、ホキ使うに決まってるよね。ハローキティのポップコーンはもうさっきやった。ジョーさんならきっと聞いてくれるかもよ。いや、それはね、二人
人に言うことじゃない、なんかあんま人に言わないんだよね悩みとかって。相談しないタイプ、自分でかあの抱え込むタイプなので、うん、なんか人に言わないんだよ。人の相談とかよく聞いたりするけど、自分はマジで人に言わないかな。うん、恋のなんとか、恋はしてない、してないです、いらないです、王子様で十分です。もう一回やって、キティちゃんを、嘘、キティちゃんもう一回やんの、時間経つのめちゃくちゃ早いね。私が多分うるさいから永遠ね、なんかね一人で、あの一人でうるさいから。え、今日は1時間の予定だよ。2時間やったら多分ダメだと思う。やりたいところなんですけどね。うーん、全然知らない曲、飛ばせ飛ばせ。サナオリジナルド S の姫様音源、あ、作りたい、めちゃくちゃ作りたいけど、自分の声が好きじゃないから無理かな。無理、自分の声好きじゃない、まず自分の声から好きにならない、変えればいいのか。キティちゃんまた流すの、多分みんな飽きてるよ。この間くら寿司って鬼滅のガチャポンやったけど、いる、何がもらえるのか分かんないけど、あれサナも寿司食べたいよ、お腹すいた。サナちゃんの王子様になれるよう頑張ります。マジはまずは白馬購入、白馬もうね、白馬あれば完璧よ。あと王子様って何してるっけ、王子様って特になんかね、着るだけだもんね、着て、お、白馬乗ってだけだもんね。あ、あと、やっぱティアラ、おそろちゃんティアラ。声、加工とかどうやってんの、髪の毛トゥルントゥルン、めちゃくちゃ傷んでるよ。あの、多分ふわふわメンバーだから多分一番傷んでるよ。髪、毎月染めてるもんね。LDH 聞こう。あんま聞かないんだよね。LDH はいいよ。好きなの。まあ、買うしかない。あとは白が必要。あー、姫が占める、住める、城？白馬帰って、白い馬の、それは違うじゃん、それは違うじゃん、それはちょっと違くないね。うん。みんな本気やん。ガラスの靴を持って買って、クリスマス、やった、クリスマスプレゼントガラスの靴くんの、嬉しいんだが。寿司と焼肉ばかり、それしか勝たん、それか食べれない、寿司もあんま食べれないんですけど。ってことでね、皆さんもう残り時間1分となりました。はい、今日もこんな私に構ってくれてありがとうございました。なんかふざけすぎたと思うんですけど、たくさんたくさん構ってくれて本当にありがとうございました。1時間も、次やるときは多分 LINE ライブになるんですけど、また来てくれると嬉しいです。お、最後にいい曲流れた。ガラスの靴よりお金欲しい。おい。おい。それは多分みんなそうかも。ということでね、皆さんたくさん。おー、大丈夫？もうお別れの時間です。皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。今日もありがとうございました。